で、1年の秋ぐらいから、はい、もうレギュラーベンチに入ったどっち？いや、レギュラー新チームになってはレギュラーでしたね。1年の秋から、はい、それはもうショートで、いや、セカンドとかですかね。でもやっぱ当時から器用やったんや、守りに関しては。おそらくそうですね。あの高校通算何ホーマー？20本です。お、売ってるね。売ってるんですかね。売ってる方やと思うよ、20本やったら。はい。で、高校の時もどちらかというと守備の人というよりもバッティング。僕も全然、僕の中ではバッティングの人でしたね、高校時代。はい、守備が大嫌いだったんで。いや、俺は申し訳ないけど、今並高弘って守備の人のイメージだったね、はい、プロのイメージ。どうです、みんな、イメージですよね。